僕らがやってるこのオーディションっていうものはすごい残酷で、僕たちの心がすごく痛くて、世間に認めてもらおうと思って生きてくってことは地獄の仕事です。浦島音楽学院の生徒の皆さん、地獄へようこそ。すごい。緊張感は何？起立。気をつけ。レイ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お座りください。失礼します。私立浦島音楽学院0年0組。どこにもないクラスが今始まりました。自己紹介します、私はジョーバチというバンドでボーカルをしています、アブと申します、ここではこの教室ではよかったらアブちゃん先生って呼んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2023年大型オーディションプロジェクト始動。異色のタッグが実現。北川景子、北村匠海、本田翼など人気俳優が数多く所属する大手芸能事務所スターダストプロモーション。多くのビッグアーティストを輩出し音楽シーンをリードするソニーミュージック。芸能界と音楽界屈指の2社が新たなグループを誕生させる。このグループをプロデュースするのは、新進気鋭のロックバンド女王蜂のボーカルアブちゃん。自身で制作する楽曲は中毒性の高いサウンドと唯一無二の世界観で人々を魅了。ミュージックビデオの総再生回数は1億回超え。平成ジャンプ、リサなどに楽曲プロデュースも行い、類いまれなる才能を見せる。ライブシーンのカリスマで、メディアの前にはほとんど姿を現さなかったアブちゃんがついにベールを脱ぐ時が来たなと思って、楽曲、ビジュアル、一つの妥協もない状態で今持ってる最強のものを渡していきたいな。このオーディションではミュージックシーンの鬼才アブちゃんが先生となって試験を行う。集められた生徒たちは熾烈な選抜試験を勝ち抜いてきた16人。メンズノンの専属モデルや人気ミュージカルテニスの王子様の出演者、佐野勇人率いるミルクのバックダンサー経験者など、実力者ぞろいの精鋭たち。下は14歳から上は22歳まで
平均年齢18歳。16人の生徒たちの中から勝ち残ったメンバーがグループデビューを果たす。果たしてこの中からデビューを勝ち取るのは。これはカットしてもらっていいと思うんですけど、本当に先に言っとくけど、表現の仕事は辛いです。世間に認めてもらおうと思って生きてくってことは地獄の仕事です。0年0組、アブちゃん先生が生徒たちに求めるものは。上手い人っていっぱいいると思う。上手い歌を歌う人、上手いダンスを踊る人いっぱいいると思う。でもそんなん世の中にいっぱいいるから、私が欲しいのはヤバい人。ヤバい歌、ヤバい踊り、ヤバいステージング、皆さんその可能性があるから、下手でもいいし、あかんかなって思う時もあると思うけど、諦めないで全力でサポートするので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今から皆さんがこの学級で、学院で目指していくものを私が伝えようと思います。謎のベールに包まれたアブちゃん、一体彼女はどんなグループを作ろうとしているのか。オルタナティブ歌謡舞踊集団に皆さんはなってもらいたいなと思っています。目指してほしいなと思っています。オルタナティブっていう言葉は、今のメインストリームに流れている音楽とは変わる、それに変わる新たな動き、時代に対してとらわれていない動き、新しいもの、全く新しいグループを作りたいと思っています。歌謡っていうのは、歌謡曲っていう言葉は聞いたことありますか？昭和にある音楽っていうのが歌謡とされることが多いなと思ってます。ただ私の解釈が入ると、曲の世界をとても大事にしている音楽、曲の世界に入っていく音楽を歌謡と私は思っています。舞踊と聞くと、まあ調べてもらうと踊ることぐらいしか出てこないんですよ。だけど舞踊ること、やっぱただ踊るだけじゃない、舞って踊ってストーリーを、世界を伝えるということで歌謡舞踊とさせていただきました。オルタナティブ、そうですね、まだか、ああもうこういうものなんだっていうのがまだ浮かんでこないですね。まだちょっと分かんない、実感がないというか。皆さん、このオルタナティブ歌謡舞踊集団0年0組について質問ありますか？はい、じゃあ吉川さん。はい、具体的に何人でデビューっていうのはおよそ考えてはいられるんですか？どれかだと思ってください。なんで全部違うかっていうと、この中で、私の中で最強の数があります。この何人組のグループを作りたいなと思うケースがあります。でもそれを超えるぐらいの人がいたりとか、逆にここを少なくした方が絶対伝わるんじゃないかなってことがある場合は変わっていきます。なので実際落ちていく人が出るので、落ちた人の分も重いかもしれないけど背負ってください。他にはありませんか？はい、どうぞ。はい、アブちゃん先生の女王蜂さん の、はい、YouTube とかを見て、そのライブ映像を見させていただいた時に、感情、表情とかを、歌いながら出しているのが本当にすごいなと思って、ありがとうございます。なんか意識してるの、どういうことを意識してるのかなっていう。
これはカットしてもらっていいと思うんですけど、私は世の中ぶっ壊したいとか絶対気に入らねえとか許さないと思って組んだのがジョーバチというバンドです。何かに憧れてっていうと、最初私 Perfume に憧れました。でダンス教室に行こうかなと思って電話をしました。で何歳ですかって聞かれたんですけど、その時に当時の年齢をパッと話したんですね。その時にちょっと笑いながら遅いですねって言われちゃって、でそれがすごいリフレインして、どうしようと思って気づいたら切ってて、その電話を。でその時に挫折して、で何年か過ぎてムカつくって思って組んだのがジョーバチなんですよね。2009年ジョーバチを結成。その裏にあったのは怒りと絶望。かつて雑誌のインタビューで、私は神戸出身なんですけど、阪神大震災を経験したり大変なことがありすぎて、人生終わってんじゃん、はっちゃーって絶望していたんです。年齢とか性別とか血液型とか星座とか、この世にあるたくさんの概念が私はあまり好きじゃないから無意味だと思う。人生終わってたし、パーティーは終わってたけど、それでも踊りたかったし歌いたかった。下手でもいいから曲を書きたかった。結成からわずか1年半でメジャーデビュー。その音楽性や世界観はオルタナティブロックと評され、ライブシーンのカリスマと呼ばれるまでに。なので歌って踊るっていうことに対して、ステージに立つっていうところに対して、遅かったんだな私はという気持ちがずっとつきまとったまま、気づいたらここまで来ちゃった、気づいたらその気持ちもなくなってたっていうのが私の隠し味というか、ステージの隠し味かなと思います。なので一番見せたくない、一番自分の中で整理がついてない、それが隠し味になったりするんです。だから綺麗なだけのものとか、揃ってるだけのもの、うまいだけのもの、興味ないんですよね。本当に先に言っとくけど、表現の仕事は辛いです。キラキラ作るために何があるかっていうと、もう努力に次ぐ努力、涙、血のような涙、でもそこを感じさせてはいけない。先に言っとくけど、自分の体で自分の思ったこと、自分がやりたいことを表現して、それだけで世間に認めてもらおうと思って生きてくってことは地獄の仕事です。なんかとにかくオーラがやばいなって思ってビビりました。もうオーラが違ったって感じがあって、なんか今までいない感覚がビビッときました。途中普通にカメラあることを忘れてました、分かるような言葉でと思って話していましたけれど、誰一人として多分今回目そらさなかったので、やれるなと思いましたね。浦島音楽学院に集められた16人の生徒たちは、下は14歳から上は22歳、平均年齢は18歳。彼らの実力はどれほどのものなのか。今から自己紹介をしてもらおうと思うんですけども、90秒間の自己紹介をしてもらおうと思います。この後アブちゃんをうならせる美声、圧巻のパフォーマンスをする生徒が次々に現れる。16人の生徒たちがデビューを目指すサバイバルオーディション0年0組。
世間に認めてもらおうと思って生きてくってことは地獄の仕事です。僕らがやってるこのオーディションっていうものはすごい残酷で、僕たちの心がすごく痛くて。地獄へようこそ。生徒たちの90秒間の自己 PR タイム。まずは中谷幸喜17歳。去年11月にメンズノンノの専属としてモデルデビュー。果たしてその実力は。その後も16歳優里のブレイクダンス。あれはベリーソットファイト。僕ら最年少14歳ケントのアカペラ。自分の特技を生かしたアブちゃんへの猛アピールが続いた。その中で異彩を放ったのはこの4人。最年長22歳のキスは自作ラップを披露。よりやるやらないたまに見る世界は白黒のライフレックス。我が面上でもうたくさん騙されたおやすみなさい。失敗したら未来は白紙。マイジェイワンツーこれ大バクチ。ミュージックにかけてないならキクソこの先立ち入り禁止。ありがとうございます。某大手事務所のオーディションで審査員賞を受賞した新渡戸優斗18歳。強さと優しさで根を張れ。今咲き誇る花たちよ。天高く羽ばたけ。愛すべきこの世界を彩るように。ありがとうございます。ありがとうございます。ミュージカルテニスの王子様出演経験を持つ俳優吉川晃太21歳。ダンスをしながら絵を描くオリジナルパフォーマンスを披露。アンパンマンです。ああ素晴らしい。すいません。しかし彼らはこの学校で苦しむことに。もうやりたくないならやりたくないで、もうさっさといなくなってほしいっていう。本当に自分を必要としてくれてる人がいるのかな。一体何が。ラストは長身の都会派イケメンリオン。それでは用意スタート。1,2,9,5,9 でした。素晴らしい。ぴったり90秒を取ったリオンが浦島音楽学院をまとめるクラス委員長になった。しかしクラス委員長リオンには大きな試練が待ち受ける。僕らがやってるこのオーディションっていうものはすごい残酷で、生半可な覚悟じゃいけないなって思ったし。次回、地獄の初
昭和歌謡ボーカル試験。ライバル同士が同じ昭和歌謡で争う歌バトル。しかし皆さんはカラオケで食っていきたいわけではない。生き残りをかけた地獄の平成グループパフォーマンス試験。脱落者4人、果たして生き残るのは誰だ。運命の結果発表で衝撃の結末が。落としたことを後悔する日が来るかもしれない。